1よみがえる地政学鉄のカーテンなき跡冷戦が終結して30年ほどが経過しようとしているこの30年ほどで国際秩序は大きな変化を経験したしかしながらその変化がどのような性質でそしてその変化によって どのような国際秩序が現れるのかを適切に認識するのは容易ではない。それが我々が国際秩序の将来について感じている不安の一つの理由であろう。三十年ほど前の冷戦が終わりつつある時代に多くの人々が感じていたのは米ソ対立の構造が終わりを迎えることによってより平和な時代が到来するだろうという 漠然とした楽観主義であった。共産主義体制が崩壊したことで、溶解した鉄のカーテンを越えて、自由主義や民主主義が世界中に広がっていくはずであった。そして、それまでイデオロギー対立によって、二つの世界に分断していた状態が、東西対立が集結することで、一つの世界へと統合されるはずであった。 東欧革命により、それまで漆黒の中に閉じ込められていた人々が自由を謳歌するようになった。人々は冷戦後の世界に明るい未来を重ね合わせていた。それまでパワーポリティクスが支配していた国際社会が、冷戦後の世界ではリベラルな国際秩序、すなわち国際社会における ルールに基づいた国際秩序を確立することで、より平和的な秩序へと生まれ変わるはずであった。中1。そのような、より確かな国際協調に基づいた新世界秩序においては、軍事力の役割は後退し、地政学的な思考は時代錯誤となって、むしろ国際法や外交によって国家間の紛争が、 平和的に解決すると想定されていた。そして国連のような国際組織がより一層大きな役割を担い国家間関係はより一層協調的なものとなるはずであった。1993年11月に成立したヨーロッパ連合 EU はそのような調和的な国際政治を象徴するものとみなされた。 そして冷戦が終結して鉄のカーテンがなくなりグローバル化が進んで人々がより容易には科学技術の進歩によって国境を越えたコミュニケーションが日常的に行われるようになったことで我々の地理空間を巡る認識に大きな変化が生じた。 そのような変化を感じて国際政治学者の井ノ口隆史東京大学名誉教授は20世紀末の世界政治の変動を冷戦の終焉、地理の終焉、そして歴史の終焉というメタファーで説明している。中3冷戦の終焉とグローバル化の進展は 地理の終焉をもたらし、新しい世界政治の構造が出現するであろう、という期待が寄せられたのだ。ところが、そのような明るい未来は到来しなかった。我々の夢は破れたのである。今、我々の目の前にあるのは、そのような希望とは大きく異なった、より危険で、より不透明な世界である。 今やリベラルな国際秩序の崩壊の危機が語られるようになったのだ中4シリアでの内戦によって美しい都市は破壊されウクライナでのハイブリッド戦争がヨーロッパの人々を不安にさせているアジアでは中国が急速に軍事力を増強し 南シナ海におけるアメリカと中国との間での偶発的な軍事衝突の可能性を多くの人が危惧する。